この選手、かなり強い。観客のチケット代が、賞金総額が300万円。バーモバーモ、テニスコーチのドッペです。今回は内山カップについてお話したいなと思っています。この内山カップ、皆さんお聞きになったことはありますか？内山カップ、国内のテニスのニュースでは少しずつ話題になっていますよね。この内山カップ、実はこの内山靖崇選手、日本のトッププロの選手が現役で大会を立ち上げたっていうお話を聞きまして、今回はこれについて簡単にまとめてみましたので、皆さん最後まで聞いてくれたら嬉しいです。ではこんな感じで話を進めていきたいなと思っています。内山選手について簡単にお話しできればなと思います。あとは概要、大会の概要についてお話したいと思います。そして最後にいつ行われるのか、いつ開催されるのか、そして簡単にまとめをお話しできればなと思っています。はい、ではですね、早速行きましょう。はい、では今回に内山選手なんですけれども、内山靖崇選手、この選手かなり強いトッププロの選手なんですね。日本のランキングでは上から3番目から4番目の選手です。錦織選手がいて、西岡選手がいて、その下に杉田祐一選手や内山靖崇選手がこう同じぐらいのランキングでいるということなんですよね。世界ランキングでは最高で78位で、しかも国内の国際大会楽天オープンでダブルスで優勝しているんですよ。もちろん、日本のデビスカップにも出場している選手なので、皆さん、内山選手にもこれから注目していきましょう。はい。じゃあ、大会の概要についてなんですけれども、今回、場所が内山選手の地元である札幌で行われそうなんですけれども、この札幌の平岸庭球場というところで行われそうです。僕はちょっと札幌でテニスはしたことないんですが、この平岸庭球場調べてみたらすごいコートなんですよ。こちら、全米オープンと同じ国際基準のハードコートを使われている。まあ、去年の4月頃にリニューアルされたというふうに書いていましたので、このコートすごい綺麗なんですよね。この真っ青なこのブルーのコートで、もう全米オープンみたいなコートですよね。札幌行ったらここでテニスしたいなと思います。はい、ではですね、こちらの大会、賞金総額が300万円、300万円の大会になります。この300万円というのは一つキーで、国内の大きい大会の中ではこの300万円以上になってくるとグレードの高い大会というふうに言われています。なので、やっぱり300万円以上というのはトッププロの選手、日本のトッププロの選手が集まるというような大会になっているそうです。こちらですね、国内大会になりますので、これから順々に国際大会にしていきたいというふうに内山選手はおっしゃっていました。今回いろんなね、イベントが開催されるそうなんですけれども、例えばプロの選手と打てたりとか、レッスンなんかも開催されるそうです。ジュニアがたくさん集まって、いろんなレッスンをしてくれたりとか、トッププロが教えてくれたりとかするイベントも行われるというふうに予定しているそうです。あと、こちら大会の条件、参加条件というのかな、どんな選手が集まるかなんですけれども、こちらも結構やっぱレベルが高い選手が集まるということなので、日本のトッププロの選手、ランキングは日本の20位から120位ぐらいの間の選手が本戦で出場するというふうに言われています。もちろんですね、予選の大会はもっとその下のですね、120以下の選手も予選の大会に参加できるということだったので、基本的には誰でも参加できるように、もうほんと幅広く参加ができるようにしていきたいということを言っていました。そして驚くべきなのが、これ内山選手が YouTube で言っていたんですけれども、観客のチケット代がただなんですって。ただ、これすごいですよね。ただ、これ本当にただで行くのかどうか、また安く行くかどうかっていうのは、近くなってみたいと本当わからないんですが、現段階ではただというふうに言っていました。すごい。これは僕、札幌に住んでいたら見に行きたいなと思っていました。では、いつ開催されるかなんですけれども、9月の5日から9月の13日を予定しているそうです。今年開催をするというふうに言っていますが、これも、他の大会もそうなんですけれども、新型コロナの影響でもしかしたら中止になってしまうかもしれないというふうにも本人は言っていましたけれども、できるだけここをゴールにして進んでいるそうです。なので、もしかしたら今年中止になっても来年は開催されるのかもしれないですね。ぜひぜひこれからも追っていきたいなと思っています。はい。ではここまで簡単にまとめてきたんですけれども、今世界でもテニスの大会のディレクターになる、もう現役選手がディレクターになってもう運営していくというのは、珍しくなくて、ヨーロッパでもスペインであったりとか、いろんなところでも行われているそうですね。もう ATP250 のディレクターになったとか、またはチャレンジャーという、少し下部の大会になるんですけれども、こちらのチャレンジャーの大会を立ち上げた、現役の選手が立ち上げたっていうのは聞いたことあります。これにどん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 こう現役選手が、皆さんが賛同していって、内山選手も自分で札幌を盛り上げていきたい。札幌のテニスをもっと強くしていきたい。そして日本のテニスを強くしていきたいという気持ちで、今回は立ち上げたというふうにおっしゃっていました。これはもう本当に嬉しいことですよね。テニスの選手側も嬉しいし、見る側も嬉しいですよね。これからどん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 こういうのが広がっていって、目標としては国際大会にして ATP250 の大会を
をやっていきたいというふうに内山選手は言っていました。やっぱり日本の中ではトッププロの選手が集まるような大会が少ないので、こういう大会からどん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 ね、広がっていってほしいなと思います。ゆくゆくは、まあ、錦織選手が立ち上げて錦織オープンだったりとかがあったりしたら、トップのテニスが来るんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ日本の大会も盛り上がってほしいなと思いますし、僕も追っていきたいなと思っています。はい。ではね、ちょっと長くなってしまいましたけれども、簡単に内山カップについてお話しさせていただきました。ではこれからもですね、内山カップについて新しい情報が入ってきましたらお伝えできればなと思っています。はい。では今日の動画はここまでにします。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チャウチャウ、バイバイ。